2015年3月22日、日本最大級のアニメの祭典、アニメジャパン2015が開催されました。3日間の来場者数は約12万2000人。多くの人気作が集まる中で、一本の新作ムービーが話題を集めました。リトルウィッチアカデミア、魔法仕掛けのパレード、特報第1弾。文化庁アニメ未来の参加作品として公開された1作目から2年、ファン待望の新作発表です。このアニメ、私はアニメ未来で見てました。動きがものすごく良くて、あとキャラクターの表情がみんな生き生きしてたんで、結構ワクワクして見てたんですけど、あれアニメ未来って30分じゃないですか。短くってもっと長く見たいなと思ってたので、また2015年にやるんですよね。結構楽しみです。あれ YouTube で確かこれ公開された時に、見た時に、あ、すごいなと思った、なんかこれすごく海外で受けるんじゃないかなって思ったんですよ。でそしたらやっぱりこのクラウドハブのキックスターターのやつで、すごい出資が集まってトントンみたいな形で映画になったっていうのが面白いところになるんじゃないかなというふうに思ってます。Not this one. I want to now though. They look great. We just thought Japan knows anime more than anyone else in the world, and so this was the place to come. クラウドファンディングに協力したのは世界中のファン7938人。これを見ているあなたたちです。 Thank you guys. You made it happen. 国内でもまだまだ珍しい日本アニメの新しい試み、その先陣を切って走るのがアニメーションスタジオトリガーです。そしてこちらの人物、ご存知、吉成洋。リトルウィッチアカデミアの監督として、色鮮やかな世界観と豊かな物語、そして素晴らしいキャラクターたちを生み出した国内屈指のアニメのエキスパートです。面白いものになりそうですか。やりるだけの形です。高い理想を求める吉成監督のもとで、トリガーの若手アニメーターたちはもがきます。素敵原画ですよ。脚本完成から作画作業終了まで約7ヶ月、アニメ制作の日々に密着します。東京都荻窪、首都のオフィス街から8キロほど離れたこの庶民的な街で、リトルウィッチアカデミアは生まれました。アニメ制作会社トリガー、約70人のスタッフが常駐し、バラエティ豊かな作品を作り出しています。多くのファンを魅了しているのは、日本アニメならではの手書き作画の技術力。中でも本作の監督である吉成洋は、最高水準の作画技術を持つアニメーターとして知られています。トリガー設立前はガイナックスに所属、あのエヴァンゲリオンのメインアニメーターとしても活躍していました。何の変哲もない紙と鉛筆も吉成監督の手にかかれば、まるで魔法の道具。ご覧ください、この緻密さ。めちゃくちゃ細かいですね。これもっとでかくなるわけですから、はい、拡大されるってことですか。そうです、ポスターになるわけだから、もうちょっとそう考えると、もうちょっと丁寧に描かないとっていう気がする。そうです、
自分の仕事に妥協しないストイックな職人タイプ。吉成監督は自分について多くを語りません。もしかすると普段口数が少ない分だけ一枚の絵の中により強いメッセージがこもるのかもしれませんね。こちらが完成したメインビジュアル。吉成監督の中であふれる賑やかで豊かな世界です。ここで監督が書いた作品資料をお見せしましょう。現場のアニメーターに配布された作画の参考資料。こうしたスケッチの一枚一枚からも吉成監督のイメージの豊かさと画力の高さが分かります。リトルウィッチアカデミアに参加するアニメーターたちは大半が20代の若手です。子供の頃にエヴァやグレン・ラガンを見て育った彼らにとって吉成監督は憧れの存在です。まあ、絵がかっこいいって言って見てたんで、そういうのに憧れてみんな入ってくるんじゃないですかね。俺も描きたい、私もつって安部さんが。そうですね、そんな一人です。なんか吉成さんのかっこいい作画に憧れて業界入ったようなもんなんで、僕は。そうですか。でもかっこいいカットを作りたいなって思ってて、早く試したいっていう感じですかね。いよいよ物語の始まりです。2014年11月、脚本の完成から約1ヶ月、吉成監督は絵コンテの作業に没頭していました。執筆の様子を覗いてみましょう。絵コンテとは、文字で書かれた脚本をどのように映像化するかの計画書作り。何度も改稿を重ね、脚本家とともに練り上げてきた物語を初めて絵に起こす工程です。この日迷っていたのは後半の見せ場、ロッテがアッコのピンチを救う歌のシーンです。なんかちょっとテンポが悪いというか段取りっぽい感じがあるんで、それもちょっとスムーズにできないかなと思った。一体何が問題なのか、脚本に沿って見てみましょう。化け物に囲まれたアッコとスーシーがロッテの歌声に気がつきます。歌声が大きくなり顔を上げる二人。ここで書かれたロッテの立ち位置はちょっと高い場所。吉成監督はビルのバルコニーの絵を描きました。その後も立った状態で歌うロッテの姿、どうやらこれに納得がいかないようです。しばらく作業を見守ってみましょう。一度書いたものを捨て新しく書き始めたのは、空を飛びながら歌うロッテの姿でした。ロッテをバルコニーに立たせるのではなく、空を移動しながら歌う形への変更。このことにより物語の鍵となるロッテの歌をより印象的に見せることができました。なんだこれは。ロッテの歌が精霊を呼び出してる。
あくまでも絵と質の魅力を追求する。これこそ吉成アニメの魔法です。監督の思い描くイメージが形になるまではこのように何段階もの試行錯誤が必要です。目下の目標は今月中にコンテを完成させること。しばらくは悩みの日々が続きそうです。全体の中で心配事というか解決しなきゃいけないことって何かありますか？もっと気になってるのが、うん、マッコが立ち直るときに何を根拠に立ち直るのかなっていうところなんですけども、はい、いっぺんなんかこう計画がもうダメになるんじゃないかっていう落ちるところがあるんですけど、ここからまたやる気を出すところがちょっと今若干空白になってて、うん、友情根拠にするのはなんかちょっと違うような気がするんですよね。うん、それは後で気づくことというか、結果としては友達大事みたいなところに落ち着くといいんですけど、うん、それでうまくまとまるのかなっていうのはちょっと不安なところですよね。うん、絵コンテの第一稿が上がったのはクリスマス。結局ラストシーンの完成までは至らず、できたところから先行して作画に入ることになりました。先行文を手掛けるのは前作の人材育成プロジェクトで吉成監督の直接指導を受けた20代のアニメーターたち。その後キルラキルでも活躍し実力を磨いてきた中核メンバーです。作画作業の最初の工程は絵コンテをもとにレイアウトと呼ばれる設計図を作ること。キャラクターの動作やタイミングを決めるラフ原画の作業も同時進行で進めます。年が明け2015年1月、監督がレイアウトのチェックを行う作画会議がスタートしました。アニメーターが描いたレイアウトをムービーに加工しワンカットずつ確認します。監督の方針を全員で共有するための本作独自のシステムです。この日チェックしたのは約30カット。動きのポイントだけをごくシンプルに描いた非常にラフな下書きの状態。しかし吉成監督はそれぞれのカットの問題点を一瞬で見分け的確な指示を出していきます。このトマト投げのカットにも修正が入りました。体が先行して腕がこう振り始めたところでちょっと戻り始めるっていう感じ。ちょっと上体の動きが小さくて実際をして動くみたいな感覚かな。これが体のバネの動きで腕がこれについている感じなんで、このなんか視点になる動きを見失わないようにしていかないと、ちょっとなんか力の伝わり方がうまく出ないんで、この辺に注意してください。一体どういうことでしょうか。この図の意味を詳しく見てみましょう。吉成監督が描いた図は物を投げる時の人体の基本的な動きを表しています。真ん中の線は体の重心の中心軸を表したもの。動き始めの軸は少し前のめり、次に一旦後ろに反り返り、投げる瞬間体は前に腕は後ろに、そして最後に腕を振り切ります。
アニメーターが書いたレイアウトをもう一度見てみましょう。この4枚の絵から動きの中心軸を探ってみると、ご覧の通り、体の軸がほとんど動いていないことがわかります。上半身を固定したまま腕だけで投げている状態です。いたずら者で活発な悪ガキたちにしてはいまいち迫力不足。しかし動きを修正した完成版は思いっきり投げている様子が伝わります。わずか2秒半の短いカット、しかしその一枚一枚の隅々にまでアニメーション技術の高度なノウハウが詰まっているのです。このトマト投げのカットを担当したのは石毛理恵さん。今年原画試験に合格したばかりの新人アニメーターです。わからないことがもう多すぎるんで、今回で勉強してって感じですね。その今回のその、まあ、少なめですけど担当の方はそれで勉強できたらなと。もう少しでも自分の中に入れなきゃいけないなって感じですね。頑張ります。コンテの完成を受け、背景美術を担当する美術チームでも作業が始まりました。前作に引き続き美術監督としてチームを率いるのは金子裕二さん。アニメ美術はすでにデジタル作業が主流ですが、アナログとデジタル両方の技術を駆使するハイブリッドスタイルです。この日の作業は着彩コンテ。吉成監督の絵コンテに直接絵の具を塗っていきます。現在取り掛かっているのは物語の前半部分、アッコたちが町に買い出しに出かけるシーン。仲間の心がすれ違う転換のパートです。例えば今塗ってるところなんかは どういう意図でこういう色を選んでるんですか？単純に夕方その、まあ、お話の流れ的にこう友達と喧嘩しちゃってみたいな流れでこうちょっとポツンとしつつ、はい、なんて言うでしょう、夕日の光は綺麗なんだけど少し寂しいみたいな流れから、ちょっとダークな流れに映画が入っていくので、柔らかい光と毒々しい色味がちょっとこう混ざり合ってきていて、なんか起きちゃうかもね的なのをちょっと色でさせたらいいのかなって思ったりもするんですけど。これぞアニメ美術の極意。絵画作品のような美しい色彩にはシーンの意味付けを強調するという明確な意図があったのです。アッコの悲しく寂しい気持ちを表現するブルー、ロッテの温かな気持ちを表すオレンジ、賑やかな夜の街は溢れる光とグリーン、同じ街の風景でも状況に合わせてわざと色を変えています。写実性よりもアニメ的な記号を優先するリトルウィッチアカデミアならではの選択なのだそうです。結局アニメの美術とかって様式美だから、なんかその色を記号として扱ってシーンに刺す色を決めていくっていうか、本当にいい意味でアニメっぽいアニメだと思うんですよね。それが作品のデザインって
うん、それはやっぱ美術もそうであってほしいなと思うんですけど、色とりどりの個性が調和し響き合う世界、アニメのチームワークも同じなのかもしれません。2015年4月、作画開始から約3ヶ月。現場は本格的な作業に突入しました。レイアウト作業を終えたカットから順次原画として仕上げていく段階に入ります。吉成監督は上がった原画をチェックする作感修正の作業中、監督が作画監督を兼任しているため約700カットのクオリティ管理はほとんど吉成監督が一人で担っているのです。こちらはアニメーターが描いたラフ原画、ここに吉成監督が修正を入れていきます。一体どのように修正が入ったのか、この一枚の作業を早送りで見てみましょう。アニメーターのラフ原画の上にピンク色の薄紙を乗せ、元の絵を透かしながら鉛筆で修正していきます。アッコが飛んでくるトマトをかわそうとして一瞬よろめくポーズ、一つ手前の絵と見比べながら線を入れていきます。パラパラとめくって動きをチェック。絵だけでなくタイムシートに書かれたタイミングの数字も修正します。ここまでの作業わずか3分間、驚異的なスピードです。最後に髪の毛の動きに手を入れて終了です。こちらが完成した吉成監督の修正、動きがどう変わったのかムービーにして比較してみましょう。ピンク色の髪が監督の修正です。修正が入ったのは主に後半の動きです。こうして見比べてみる限りアクションの内容自体に変更はなさそうです。次は線を重ねて後半だけ見てみます。赤い線が吉成監督です。注目は手足、胴体の動きに対して少し遅れてついてきているのがわかるでしょうか。一枚ずつ順番に見ていきましょう。アッコがよろけて倒れる瞬間、足の先の形が修正されています。髪の毛にも修正、元の黒い線と比べると体全体も自然で滑らかなポーズになっています。次は腕のフォルム、黒い線はまっすぐ前に伸びきっているのに対し、赤い線は伸びきる直前の瞬間を描いています。最後は頭です。重力に引っ張られるように頭が後ろ方向に傾いています。胴体は起き上がっていますが頭だけが取り残されている状態です。もう一度アニメーターが描いたラフ原画を見てみましょう。動きが固く重心移動がうまくいっていないようです。そしてこちらが吉成監督の修正をもとに描かれた原画です。元の絵に比べるとより伸びやかにスムーズな動きになっています。まず先に胴体が動き、手足や髪の毛などの先端部分は後から遅れてついてきています。こうした遅れをかき分けることを
アニメーション用語で残しと言います。残しを入れることによって体の力の伝わり具合や人間らしい柔軟性が表現できるのです。このカットの担当は新人アニメーターの五十嵐さんです。結構たくさん修正入りました。はい、全体の動きがもっと、はい、いい感じにつながるように直って帰ってきたという感じなんですよ、うんうん、何をどう口頭で話してよいやら、何にせよ出力がうまくいってない感じしますね。この何か喋るにしても何か書くのと密接に関係している気がする。いや、正直俺は今何を言ってるんでしょう。全然わからないです。すいません。2015年5月作画の締め切りまで残り1ヶ月、予定していたスケジュールから約2週間の遅れが出ていました。堤プロデューサーの表情にも焦りの色が浮かびます。遅れの要因の一つが吉成監督のこだわり。堤さんは監督の横に張り付いて作間修正の作業を追い立てます。プロデューサーとしてはスケジュールが最優先。これ以上の締め切り延長は許されない状況です。一番やばいのは、普通やっぱ作画がやばいですかね。やっぱ原画になってないのがまずいんで、早いところレイアウト抜けないと、そのぐらい遅れ、もう一番最初の工程が結構遅れてるというか、ここからちょっと巻き上げていくかないとなという感じですか。この時期、一番多くのカットを抱えていたのは、ダンスやパレードのシーンを担当した金子優斗さん。金子さんの担当カットは負担の重いシーンばかり。その多くがまだレイアウトの段階でした。悩んでいたのはパレードのオープニング。魔法の花火の中から幻の動物たちが飛び出すカット。ただでさえ難しい動物の動き、それを魔法らしく花火らしく見せるのはかなりの難関です。遠藤さんはこの数日で大幅にペースダウンしていました。キャラクターの設定資料を何度も確認しながら落ち着かない様子。どうやらキャラクターの顔が描けなくなってしまったようです。
もが描けない。いやもうしっくりこない、全然しっくりこない。改めて見返したら全然似てなくてどうしようかなって。もっとよく見てバランスとか比率とかちゃんと合わせていけば似るんでしょうけど、そんな時間今更ないっていう。いやこれはこれはやばいやばいな。もうな、気の持ちようかなと思うんですけどね、よくわかんないものを追っかけてる感があるんで、それはもう絵描く人特有のものかなと。そういうことを言い出したら多分吉田君になって強くなって 100% 満足して絵描いたことないと思うんで、もうちょっと良くなるかなってちょっと思って描いてると思うんですけど、何万回も線を引いてっていう、それがいいか悪いか何がダメなのかとか考えながらずっとやってると思うんで、最終的にはそのそれ繰り返していくことが苦になるかどうかだと思うんですよね。辛いなとか思ってやってたら、その続けられないし、それをでもじゃあどう受け止めるかとかいうのは最終的には本人次第かなと思いますけどね。5月29日作画作業の締め切り前、最後の夜。今夜が再最終のデッドライン。制作チームもフル回転。社外で作業をしているアニメーターたちと連絡を取り、未完成カットの確認を取っていきます。はい、全然聞きましたらまたお聞かせでもいただけるとありがたいです。失礼しました。作画チームはベテランアニメーターたちも総動員。キルラキルの今石監督や寿司雄さんもヘルプに加わりました。こちらの平松さんは吉成さんや今石さんの大先輩。ガイナクス時代に共に机を並べた中、この数日間だけ特別に駆けつけてくれました。無心になって紙に向かうアニメーターたち、もはや悩んでる暇などありません。上がったカットはすかさず吉成監督のもとへ。仕上がりをチェックし、時間が許すギリギリまで修正を入れていきます。制作進行の竹内さんは時間単位のスケジュール調整に入りました。ボロボロなんで面白いぐらい残ってるんですか。社内で残り多分20カットぐらいが今重いところの作業中って感じなんで、はい、朝6時にはチェックを終えて飛ばし切りたいですね。締め切りまで残り9時間。これはもうやってもらえないですか。竹内さんは各アニメーターと相談し、作業が遅れているカットを確認。担当者の手元から回収し、先に手が空きそうな人たちに振り分けていくことになりました。これです。一応坂本さんにも今話し込んだところですね。はい、コンズ
金子さん、いや、三宮さんです。平野のシーンなんで。素材がちょっと残り残ってるの、はい、どれでしょう。分けられる、ね。分けられるやつ。これです。金子さんのカットは隣の席の半田さんが手伝います。まあ、じゃあ一応俺やるっていう感じで。リトルウィッチアカデミアチーム以外のアニメーターにも助っ人依頼。自分のやつもやってる。やってるやつを終わらして。うん。そうです。冷や汗かいてきたんですよ。ヘルコ入ってる。終わったらじゃすぐヘルコ入る。間に合う。自分と終わる。4時、4時じゃん。2時には終わらせるじゃん。2時からそっちやる。まさに全員体制のラストスパート。少しでも良いものを届けるための最後の粘り。深夜0時を過ぎ、制作スタッフが外部の会社に依頼した素材の回収へ出発。こちらの素材になります。こちらがアマリット、はい、こちらですね、電話するようになります。あ、はい、ありがとう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。睡眠時間を削っての激務。一体どんな思いで動いているのでしょうか。少しでもそうです。はい、この辺になるとなんか1時間が本当に貴重になってきたりしますので。およそ4キロメートルで16分ぐらいかかります。その1時間を作るためにこう制作の皆さんの身を削るわけじゃないですか。そうですね。それについては大丈夫なんですか。いや、まあ好きなんでやってられるって感じじゃないですかね。なんか続いて左方向です。そうですね、もう好きなんで。社外のヘルプの甲斐もあってなんとか原画が揃ってきました。一歩ずつ終わりが近づいています。早朝4時半、窓の外は夜明け。パン食べたい、トースト。朝だなって感じたい。コンビニじゃダメ。トースト。何もやったの？18枚くらい。そんなゆっくりやってる暇ない。八代さん結構もう最大限。あ、姉さん、あざーす。社内で分け合ったカットが少しずつ上がってきました。半田さんが請け負った金子さんのカットもどうやら無事に完成したようです。難易度の高いアマンダのダンスのカット、まだまだ作業は残っていますが、まずは一件完了です。あんま見ないで。え見ますよ。あんま見ないで。そんな恥ずかしいか。大丈夫大丈夫。素敵原画ですよ。素敵原画。素敵原画ですよ。いやいや、手伝ってもらったから手伝って返すっていうのを やっていかないとねっていう。いや、ありがとうございました。いや、今度あれですよ、ステーキおごりますよ。いやいや、いいいい、あの割り勘で食べに行こう。はい、行きましょう。
臨時助っ人の斉藤さんも完成です。終わりました。忍者スレイヤーに戻ります。お疲れ様でした。いよいよ締め切り時間。最後、完成した原画を動画仕上げの会社へバトンタッチすればトリガーでの作画業務は終了です。カット50 48、はい、カット45、はい、30、はい、カット 48A21。 お疲れ様です。この新素材です。お待たせいたしました。よろしくお願いします。あれ、お疲れ様でした。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、ありがとう。お疲れ。うん。楽しかった。いや、フラットな感じですけど。余裕？余裕っすって感じ。余裕じゃないですけどね。そして最後の一人、伝道さんも帰宅。お疲れ様でした。5月30日12時全作画作業終了。リトルウィッチアカデミアは夢と葛藤と成長の物語。シャリオの魔力。パレードを作り上げるまでのアッコの姿はアニメーターたちの作品作りと重なります。憧れに目を輝かせながら自分の夢を追いかける。私もつってそして時には立ち止まる。パレードを盛り上げるなんて大見得を切った割には大して楽しそうでもないようね。あなたの独りよがりな計画についていく者などいないでしょうから。ものづくりのプレッシャーと孤独。それでも前に進むこと。シャリオはいつだって私の憧れだった。だから私は魔女になろうと思ったの。私がシャリオの正しさを証明してみせる。半年前、吉成監督がシナリオについて語った疑問。マッコが立ち直るときに何を根拠に立ち直るのかなっていうところなんですけど、友情根拠にするのはなんかちょっと違うような気がするんですよね。あの言葉にはこんな続きがありました。イベントが大事なんで友情が大事じゃないっていうか、でも結果としては友情の方が大事だったみたいな伝えますよね。あっこにとって、そうですね、まあ、例えばアニメを作るのが作品が大事なのか仲間が大事なのかみたいな、自分としては作品至上主義でやってきたわけですよ。別に誰に憎まれたって恨まれたっていいやと思ってたんですけど、作品が残るのは作品なんだから、人間はどうせいずれ死ぬわけだしみたいな、みんな恨みつらみとかどうせ嫌だけじゃんみたいな風に思ってやってたんですけど、本当はそれじゃまずいんじゃないかみたいなことなんですよ。